北海道日本ハムファイターズのゲームを解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはジャイアンツの先発赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。改めてお聞きしますが、バッターの西川、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、打ちました。バッターは DH 柳田、大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。さて、この柳田、どういうバッターなんでしょうか。まあ、まさに率も残せる本。打ちました。バッターは3番浅村。ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは大野、そしてキャッチャーは阿部。このバッテリーをファイターズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。インサイド落ちました。アウト。さあ、これからファイターズが守備につきます。バッターは丸。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。初球ボール、ファウルボール。さあ、3球目は何か。ストライク低め、ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。バッターは2番に入っている山田。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。2球目を見送っています。ストレート外れました。さあ、4球目は何か。変化球絡み、ツーアウトになりました。打順は3番柳田。ツーアウトランナーありません。初球ボール、インコースを落としました。ボール先行です。インサイド落ちました。バッターボックスには原が入っています。さあ、一打先制のチャンス。ここはぜひとも先制して試合を優位に進めたいですよね。バッター、ジャイアンツ1点を期待。ストライク、両ドイコースに送ってストライク。2球目打ちました。ついに最終回を迎えました。追いかけるファイターズの攻撃。バッターボックスは4番ソト。ジャイアンツ1点リードで迎える最終回です。初球ボール、打ちました。打席には5番バッター吉田。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った。バッターボックスは6番小林。ツーアウトランナーありません。この回の大野、早くもツーアウト。まだ3球しかない。バッターボックスには代打の鈴木。ツーアウトランナーありません。この回の大野、早くもツーアウト。まだ3球しか投げていません。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。次が2球目、打ちました。痛烈、打ちました。これで3アウト。試合終了になりました。なんとなんと、見事な完全試合を成し遂げました。ジャイアンツが相手打線を完璧に抑えて
勝利しました。終わってみれば先発ピッチャーが完全試合という結果になりました。完全試合という快挙を達成しました。まさにパーフェクト、本当に素晴らしいピッチングでした。我々放送席もこの快挙に感動しております。バッタージャイアンツ接戦をものにしました。一方のファイターズですが残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。